ズビー・ケビンは2007年に製造されたチェコ共和国製の民間語試技用及び特殊部隊や軍の副兵装用に開発された小型自動式拳銃。タイプ703、タイプ704、タイプ706、タイプ707、タイプ709といったバージョンが存在する。また、380ACP 弾と q x 1 8ト、mm、ルマカロフ弾のほか。 9mm ゴム弾も使用可能。グリップは、くるみ木製、または、プラスチック製、バレルと、スライドは鋼鉄を使用しているが、フレームは高強度アルミニウム合金を使用することで、重量を 400g に抑えている。コンパクトかつ軽量であることを売りとしていて、一般的な肩や腰のホルスターの他にも足首に、つけたり、ハンドバッグなどに入れることも推奨している。 本銃の特徴として、ズビー社が、リバースガスウィズドローアルと呼ぶ、独自のガスディレードブローバック方式を採用している点が挙げられる。これは、重心の薬室上部に2つの小さなガスポートをうがち、ガスポートから噴出する発射ガスを、エジェクションポートの前縁に吹き付けて、スライドの後退を遅れさせるというもの。ケビンの製品名の由来は、映画、ホーム。 アローンの主人公、ケビン・マカリスターから取ったもの。ズビー社は2007年に民間市場に参入したばかりの企業であり、また、チェコ共和国の企業ということも、相まって世界に販売網がない状態にあった。そこで、デザートイーグルやジェリコ941に似た外見に目をつけたマグナムリサーチ社が販売提携を行い、 マイクロデザートイーグルの名前で販売している。しかし、マグナムリサーチ社は、マイクロデザートイーグルを、自社で開発したと発表したため、ズビー社とマグナムリサーチ社の間で問題となっている。マグナムリサーチ社が、自社のホームページでミクロデザートイーグル、もしくはミクロイーグルという名称で販売している。価格は535ドル。 構造や外見は、ズビー・ケビンと変わりないが、マグナムリサーチ社は、自社で開発したと発表している。ちなみに、ズビー社が、リバースガスウイズドローアルと呼んでいるものを、マグナムリサーチ社は、ガス、アシステッド・ブローバックと呼んでいる。単なる宣伝文句であり、実際の採用例があるわけではない実際には 9mm、パラベラム弾も、使用可能という情報もあるカタログより、 ただし、単に発射ガスが抜けることで空圧が低下し、低威力のストレートブローバックとして作動している、可能性も否定できない。また、その場合は、ライフリングの溝を深くすることで発射ガスを、弾頭よりも先に、前方へ逃がし、空圧を低下させている H&KVP70 と、原理的には同じものになる。ありがとうございます。